タイガーマフミ続きます。たっぷり具材のカレーヌードル、セブンの唐揚げ棒、冷めちゃってます。ジョージアカフェラテ、アラビーソーセージ、今カレーラーメンと、唐揚げ棒とソーセージおにぎりを食べました。今の時間は10時11分です。そしてカフェラテのジョージアホットを飲みました。車中飯です。こういうところで食ってみたかったです。オムライスがあるけど腹いっぱいなんで家帰ってから食います。今日の日付は2020年1月6日10時12分です。仙台から1時間半ぐらいです。下しますね。表は寒いです。マイナス2度と書いてありました。
ジョージアジャパンクラフトクラフツマンカフェラテ、ほのかな甘みすっきりした味わい、水出しコーヒー使用、コーヒー飲料。こっちの駐車場は無料です。お部屋の方は500円かかります。警備員がいたんでこっちに来ました。プラズマクラスター25,000、これはよく聞きます。寒くて軍手します。車のハンドル棚買ったんだけど今月末に届くんでそれないんで、ちょっと車中飯はしんどいです。ハンドル棚1,070円、今月下旬に来ます。助手席の掃除しよう。レシートばっかりあるこれ。ああ、LED が落ちた。冬には軍手、雪には軍手、寒いのに窓開けます。タイガー魔法瓶 Amazon で買いました。1,700円、これすごいです。カップラーメンに使います。未だに超あったかいカップラーメンができます。タイガー魔法瓶ちょっと飲んでみましょう。あ、暑くて無理です。湯気が出てます。500ml です。1,700円、お買い得。皆さんも買ってみたらどうでしょうか。タイガー魔法瓶、アイスブルー、タイガー魔法瓶。熱い飲み物は火傷に注意してお飲みください。このシールは剥がさないでください。すごいです、ここでも熱いです。超ホット。
あ、2にしよう。窓開けてるのに2にします。カシオの電波時計、これは電波時計なんでとても重宝しています。10時19分2021年1月6日水曜日、それでは雪像走行も楽しんだので、あとは帰りたいと思います。